フラントディンク暗殺事件はアルメニア系トルコ人のジャーナリストであるフラントディンクが2007年1月にイスタンブールで射殺された事件。裁判では実行犯である17歳の少年を含めた民族主義者グループに有罪判決が下された。この事件はトルコを含めた世界各国で大きな非難を巻き起こしマイノリティの人権を抑圧してきたとされる。 トルコ共和国刑法第301条の政治に関しても論争を喚起した。事件現場とそこに設置されたプレートアゴスカミ編集長であったジャーナリストのフラントディンクはそのアルメニア人アイデンティティとアルメニア人虐殺についての主張から長らくトルコ人の極右勢力によって脅迫を受け続けていた。にもかかわらず 保護された生活を送ることを嫌ったディンクは、公式には一度も当局に保護を求めたことはなかった。ディンクは、その社説で、トルコ性を侮辱したとして、トルコ共和国刑法第301条による、執行猶予付きの有罪判決を受けていたが、その他の発言についても裁判を抱えている、最中であった。2007年1月18日、ディンクは、 ラディカルが身に送付した論説で次のように書いている。煮えたぎる地獄を見捨てて用意された天国へ逃げるのは何にも、まして私の生き方に反する。私たちは自分たちが生きている地獄を天国に変えようとする人々の類なのだ。トルコに泊まって生きていくことは私たちの本当の望みだし、トルコで民主主義のために悪戦苦闘し私たちを支持してくれる。 何千人もの親友たち、これまでの人生で知り合った人も、これからの人生で知り合うことになる人も含めて、思えば、当然のことだった。止まって、抗いながら立ち続けようとした。しかし、いつか去らざるを得なくなる日がやってきたとしたら、ちょうど1915年と同じように去ることになるのだろうか。そして、翌19日の12時頃、リンクはイスタンブールの アゴス編集部へ戻ろうとしたところを殺害された。犯人はアンカラ大学の学生を自称してリンクに面会を求めていたが、これを断られたため、付近の銀行の前でしばらくの間待っていたとされる。目撃者によれば、リンクは20代の長髪の男に背後から至近距離で頭部を3発撃たれたという。 別の目撃者によれば、犯人は、ジーンズと帽子を身につけた20歳ほどの男で、逃走しながら、俺は、異教徒を撃ったと叫んでいたという。リンクの友人であった作家のオルハン・アルカヤは、3発の発砲による暗殺は、トルコのヒズボラに特有の手法であると述べている。一方、警察発表では、犯人は18から19歳の男性とされた。 事件から数時間後に二人の男が警察に拘束されたが、後に解放されている。また、当局は現場に残された薬莢から、狂器は7.65ミリ弾を使用し、他の事件では使用されていない銃器であると特定した。事件発生から32時間後、公表された犯人の画像を見て、父親が当局へ通報したことにより、1990年生まれ、 トラブゾン在住のオギュン・サマストが事件の犯人として逮捕された。トラブゾンでは前年にカトリック教会主催のアンドレア・サントロが地元の民族主義者の少年に射殺されており近年の極右運動家の主要なリクルート先にもなっていた。そしてサマストには2004年にトラブゾンのマクドナルド店舗を爆破した前科を持つ野心流行るという友人もいた。ほどなく トラブゾン県知事、久世にヤブズデミル及び、トラブゾン警察署長列車とアルタイは職務を解かれ、その後アンカラから派遣された特別調査チームにより、現地の調査が行われた。20日中にサマストは、リンクの殺害を実況したが、この段階では、サマストは、犯行は、個人的なものと供述していた。しかし、サマストの叔父は、取材に対して、イスタンブールについて、 知識のないサマストが一人で犯行に及ぶことができたとは思えず、サマストは利用されたのだと主張した。サマストは、リンクがトルコ人を侮辱したために殺害したと語り、後悔も知っていないと供述した。メディアは、サマストが高校を中退しており薬物中毒の可能性もあると報じた。その後、サマストは t v 報道を見て、 初めて自身の行為の重大さを認識し、介護した様子で供述を終えたと報じられた。ところが2月1日、交流中のサマストが警官と共に、トルコの国旗の前で誇らしげにポーズをとっている映像がメディアに流出した。映像は議論を呼び、ラディカル、編集者のイズメトベルカンは、これは、リンクをもう一度、殺すようなものだと語った。しかし、 ほどなく配信元の TGRT は映像が偽造であったと認め、同社のディレクターらは隕石辞任した。同時期には事件に加担したとして、他の6人の被疑者もトラブゾーンで逮捕されていたが、その中でも野心ハヤルが自分にリンクを殺害するよう焚き付け、そして狂気も手配したとサマストは供述した。そしてハヤルもサマストに銃と金を与えたことを認め、 彼は義務を果たし、トルコの名誉を回復することを助けたと述べた。また別の調査によれば、民族主義地下組織、エルゲネコンの事件への関与も指摘されている。メンバーであった大佐のフェルハとヨズソイが、フラントディンクの死だけでは十分でないとして、借金を抱えていた部下にディンクの妻子を暗殺する、要30万リラで持ちかけていたことが、エルゲネコン裁判の中で明らかにされている。 2007年10月に n t v は有力な被疑者の一人について警察のファイルが裁判所へ開示される以前に国家機密として破棄されていたと報じた。2010年9月には欧州人権裁判所もリンクの殺害を防ぐ手立てを講じず、また捜査機関の責任を追及しなかった点についてトルコ当局には欧州人権条約、 第2条に対する違反があったと結論した。2013年には事件の調査に際して、匿名の証人がジャイトムの事件への関与を認める発言を行っている。さらに2015年1月には事件を見過ごした罪により、二人の警察官に公務員として初めて逮捕状が発行された。リンクの家族の弁護士であるエルダルドアンは、 現場付近の銀行の監視カメラ映像を含めた多くの証拠物件が廃棄されており、それらは犯人らと治安部隊とのつながりを示すものであった可能性があると繰り返し主張している。さらにドアンはトルコ警察総局情報部長のラーマザン役ユレクが被疑者の供述書48ページ分の破棄を命じたと名指ししてもいる。ある時ドアンが 事件現場の通りを映した監視カメラ映像を調べていると、そこには携帯電話を使用している4人の被疑者が映っていた。そこでドアンは管轄のシスリ地区通信局に対して事件発生時刻の GSM 記録の開示を要求した。ところがこれに対し、2社の主要な GSM プロバイダーは、当該エリアには基地局自体が存在しないと回答し、他の主要、 GSM オペレーターは、当該時刻には1件の通信も記録されていない、と回答した。これについてドアンは、イスタンブールでも最も混雑した地区に基地局が存在せず、また事件発生時刻に1件の通信もないという、状況は考えがたい、と疑念を呈している。リンク殺害事件の裁判は2007年7月2日から、イスタンブールで開始され、18人が、 第14名、刑事裁判所へ起訴された。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、この裁判を、トルコの司法の独立についての厳しいテストであるとした。サマストは18歳に達していなかったので、審判は非公開に行われた。サマストに対しては、暴殺とテロ組織への加担を理由に、懲役18年から24年、武器の不法所持などについて、 懲役8.5年から18年が休憩され、ハヤルラ2名には、テロ行為の先導について、懲役18年から30年が休憩された。その他15名の被告人に対しても、殺人の共犯及びテロ組織への加担を理由に、懲役7.5年から30年が休憩された。2011年7月にサマストに対し懲役23年が、言い渡され、 2012年1月には、流行るに対して、終身刑が言い渡された。リンクの葬儀は2007年1月23日に、クムカプのアルメニア教会で取り行われ、そこには10万人を超す人々が参列した。11時からアゴス編集部で行われた式典の後、人々は、霊柩車の後を続いてゆっくり飛ばるクルの、アルメニア人墓地まで 8km を更新した。 参列者たちは、我々は皆フラントディンク、我々は皆アルメニア人と、トルコ語、アルメニア語、クルド語で書かれた代償様々なポスターやサインを掲げた。ディンクの殺害に抗議する人々の行進は、アンカラ、アンタルヤ、ブルサ、イズミル、トゥンジェリー、そしてトラブゾンでも行われ、トルコ政府の責任を追求する声が巻き起こった。 コンスタンディーヌポリアルメニア教会総主教のメスロブ2世は、トルコのアルメニア人コミュニティに対し15日間の複合戦士、コンスタンディーヌポリ全地総主教のバルソロメオス1世は、我が国の結出したジャーナリストの一人であったディンクに、対する凶悪な暗殺に、我々は深く心を痛めると語った。葬儀には、宗教者のみならず、各国からのアルメニア人ディアスポラの代表や、 トルコ政府を代表したメフメトアリシャヒン副首相、アブデュルカディルアクス内相も参列した。トルコとアルメニアの間には国交がないにもかかわらず、葬儀にはアルメニア外相のアルマン・キラコスイアンも招待された。葬儀に参列したアルメニア系フランス人ジャーナリストのイザベル・コルティアンは、トルコ人たちがリンクに連帯を示したことは我々に衝撃をもたらしたと書いている。 現場付近のハラスカラジ通りを更新する葬儀参列者たち、ディンクの葬儀で掲げられた、我々はミナフラントディンク、我々はミナアルメニア人と、トルコ語で書かれた、プラカードプラカードで飾られた、下段一方で、極右政党民族主義者行動党のデブレトバフチェリ、党首は、葬儀の際に掲げられたプラカードについて、クルディスタン労働者党によるテロの犠牲者の葬儀には、 参加しなかった者によるパフォーマンスに過ぎない、と批判した。サハ共和人民党のトライオジュエルマン議員も、プラカードの文字は、我々は皆アルメニア人ではなく、我々は皆人間とすべきだった。301の人殺しと書いたプラカードもあったが、これも間違っている。我々が自身のトルコ人らしさを否定したくないのであれば、 刑法第301条もまた否定することはできないと述べた。1月27日にはゲリボルラプセ機関を運航するフェリーボートが我々はミナールメニア人というスローガンに反感を抱いた36歳の男によってシージャックされた。男は乗客を降ろして船長を人質に立てこもったが2時間後に投降した。2月4日にもイスタンブールのイスティクラル通りで 子供を含めた100人ほどの民族主義団体メンバーがデモ行進を行っている。彼らはリンクの葬儀で掲げられたスローガンに対抗して、我々はミナムスタハケマル、我々はミナトルコ人と書かれたプラカードを掲げた。メディアの反応として、ミッリエとヒュッリエとザマンをはじめ、国内の各種がリンクの死を悼む記事を掲載した。事件までは、 約5000部の発行部数であったアゴスは事件後に全国で3万部の発行部数まで増加し事件直後の号には再版がかけられた一方でサバフガミのコラムニストムラトバルダクチュそしてニュースサイトジャーナルオブターキッシュウィークリー編集者のセバトラチネルは事件を非難しつつも1921年にベルリンでタラートパシャが アルメニア人民族主義者のソゴモンテフリリアンに暗殺された事件を引き合いにして、アルメニア人のナショナリズムの高まりを警戒する記事を執筆している。大統領のアフメト・ネジデト・セゼルは、私はリンクの暗殺に深い悲しみに暮れている。私はこの醜く恥ずべき行いを強く非難すると述べた。首相のレジェップ・タイプ・エルドアン・ワボル・ヤマトンネルの 開通式に出席が予定されていたため、リンクの葬儀に参列することはできなかった。しかし、エルドアンは、リンクを狙った弾丸は、我々全員に向けて放たれたものだ。彼を殺害した黒い手は発見され、処罰されると、放送で語っている。外相のアブドゥラーギュルも1月28日に、刑法第301条は、トルコの改革に対する妨げになっており、 その改正は急務である、と表明した。トルコ大国民議会議長、ビュレント・アルンチ、参謀総長、ヤシャルビュー・ユクアヌとも、事件を非難した。ノーベル文学賞受賞者である作家のオルハン・パムクは、事件の2日後にリンクの遺族の元を訪れ、刑法第301条を未だに守っている者、彼に反対する活動を行った者、我々の兄弟姉妹を敵であるかのように描いた者、 そして、彼を標的に選んだ者に最も大きな責任がある。しかし、結局のところ我々全員に彼の死について責任があると語った。1月27日には、事件現場のアゴス編集部前で、ディンクの遺体と同じように路上に横たわるというパフォーマンスが劇団によって行われ、いくらかの通行人もこれに参加した。バナゾルで、 セボーチュルジアン主教により取り行われた追悼式典前大統領のロベルト・コチャリアンは著名なアルメニア人ジャーナリストがトルコで殺害されたことは多くの疑問を呼び起こし最も強い非難に値するものである我々はトルコの当局が犯人を特定し厳格に処罰するために全力を尽くすことを期待すると語った前外相のバルタン・オスカニアンは我々は 人々が理解し合い、対話し、融和できるという信念に生きたディンクが暗殺された、法に深い衝撃を受けた。我々はいかなる状況にもかかわらず、断固としてこの行為を非難し、トルコの当局に責任者を識別するため全力を尽くすよう求めると語った。ディンクを追悼するイベントは、バナゾルをはじめとしたアルメニア各地で行われ、 アルメニア福音協会は特別な追悼式典を世界各地で執り行った。アルメニア革命連盟政治局長のキロマノヤンは、この殺人は国益の保護に反してさえトルコに不寛容の雰囲気があることの新たな証明であると述べた。アメリカ・アルメニア人会議、我々は言論の自由を抑圧し、アルメニア人虐殺に関する、 開かれた議論を非合法化してきた刑法第301条を廃止するよう求める国際社会の要求を拒否するトルコ政府について未だ深く憂慮していると述べたニューヨークのユニオンスクエアで行われたろうそくでもありがとうございます